こんにちは。こんにちは。さて、この企画なんですが、お客様と話をさせていただいてて、昔はこの地域はこうだったなとよく話になりますが、実際には見たことがなく、どんなだったのか、どんな風になったのか、川西の歴史に興味が出てきて、この企画を考えました。コロナ禍で遠くへ行けない今、地元川西で過ごす方が多いと思います。今だから振り返る川西今昔、ぜひこの機会に街の移り変わりを楽しんでください。まあ見すぎやけどね、目線カンペがほぼ目線いってたからね下にいってました。難しい。それでは川西今昔物語第1弾をどうぞ。木田さん、この写真は何年ぐらい前なんですか？大体50年から55年ぐらい前です。50年前ですか、これ、はい、50年前ってそもそも白黒でしたっけ？白黒でした？白黒やったっけ、はい、白黒とカラーが大体混ざってくる頃。もう映るんですもない時代の？ない時代やと思います。映るんですもないんや。1970年代こういうやつそこまでは古くないんじゃないかな。これあれ、真ん中のあれ、国旗でしょうかな。うん、日の丸ですね。ってことは今学校って言ったら旗あげませんか、うんうん、あのポール、うん、ではなかったんですね、これってことやね、うんうん、あの国旗と、国旗を両方上げてた、うん、そうそうそう、上げてたよね、うん、こうなりました。わかります皆さん、これあれですよね、はい、今こうコンビニがあって、昔ボーリング場かなんかの人ですよね。そうね、確かエースレーンっていうところで。そうですよね。そうですね。そう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 。で、これが、稲川大橋の下ってことでしょ。そうですね。稲川大橋を渡ったところ、はい、ぐらいですね。だこの辺がイチジク畑やったってことですもんね。そうですね。もうこの辺は全部畑やったみたいです、ね。へえ。はい、ということで、今回は今昔物語第1弾、岸田家の物語をご覧いただきましたけれども、次回はなんか川西で言うとダムとかあるんで、ああ、ね、そんなダムもね、うん、なんかダムの下に町があったんですって。へえ、うん、それが、なくなって今はもうダムになってるから、そういう写真誰か持ってへんかな。いるんでしょうね、誰か持ってる人。ねえ、じゃあ次回は、はい、そのダムの写真が出るのか、あ、そうですね、出ないのか、ね、ね、ま、一回探してみましょう、ね、うん、そんなのも楽しみにして、はい、ということで、はい、次回お楽しみに。はい。